これは閉店後に録画されていた防犯カメラの映像である。深夜0時過ぎ、カメラは画面右上に何やら白いもやのようなものを捉えた。パブの経営者によると、これまで店ではラップ音が聞こえるなど幾多の異変が起こっていたという。そして、果たしてこの白い物体の正体は。